どうも、こんばんは、NM です。さあ、今回はハロウィンガチャやっていきましょう季節もののガチャを引くのは夏休み以来なんだろうか。多分そうだね、浴衣以来だね。その前が水着ガチャということで、水着同様 SSR 以上で、限定確定ということでね。まあ別にそうですね、6連しようが SSR が確定っていうわけじゃないんで、くっそ爆死の可能性もあるんですけど、とりあえず今手持ちの分は引いていきたいと思います。僕ステップガチャ引かなかったんでね、その分は残ってるんで、とりあえず手持ちを空にしましょうとりあえずね、まあ詳細を見てから。包帯姿重蔵ですね。うん、まあ言うてこれが一番欲しい感ある今のとこ。うん、まあ、イラスト的にね、まあ、引いとかなきゃいけないだろうっていう、俺の中でなんか第六感的なものがピーンときましたね。次、いや、これはね、正直、運営がなんか分かってきてんだよな、もう最近。どんなキャラを出せば引くかみたいなの。あの横乳を引いとかないと、後々後悔するような気がするので、引いておきたいと思います。これ多分、アカデミーついてるよな、このアキラも。なんでね、運よくば2枚引けるんじゃないかな。知らんけど。引けないだろお前、本当に適当なこと言うな。ということで、単発7回の6連2回ですね。まあ行くか。まあ、1年前引いてね、ハロヒナ引けなかった、その復讐として今回ハロヒナ以外の UR を当てて、1年前の俺にね、お疲れ様と言ってあげたいので、早速7回単発を引いて6連を2回引いていきましょう。渋いだろうな、渋いだろうな。そうか、渋いな貴様やめろマジお前、ハロウィンすらねえんだからよ。来い頼む、くー渋つかさ、今週の金曜からレイドイベント来るとか言ってて、マジやめてほしいんだけど本当に1週間しか休みくれないわけ、僕たちの心に。マジ本当答えるからやめてほしい、厳しい厳しい。これ出る、これね、出る本当に。え、待てよ、6だから、あ、もうあと2回しかいけないじゃん。え、もう7回、え、今5回目、で今これ6回目。そんな引いた、俺そんな引いてないよね、初めの計算が多分間違ってたのかな。あー、もう SR 引かないあ、そうか、待って、しくった、俺石3個、うわ最悪なんだけど。 FGO 感覚でやってた、そうだ FGO 石3、うわもう今の6連引けなくなっちゃったじゃん。とりあえず単発で5回引いて最後6連だね。待ってSSR1 枚も出ないとかいう、そういう可能性が見えてきたんだが、だが、おい、ふざけんな、マジで。おい、ふざけんなよ、マジでさ。やばない、これ。爆死をお届けするかもしれない。来い、マジで。はぁ、そうだろ。金ポットからの確定演出とかないんですかね、本当に。なあ、おかしいよ、ほんと。つらたん。おい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 。きっつ、ちょ待って嘘でしょ、やばい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 。さすがに、さすがに、今、何回引いたんだろう、わかんないけど、もう10回は超えてるはず。嘘、ちょっと待って、来いよ、マジで、おい、気合い入れろよ、マジで、この最後の6連、おい。
気合い入れろ、ほんと。来い。はぁ、ザッ、くっ、くっ、くっ、よっ。いや、もう限定1枚。去年のじゃん、さぁ、お前。お前、1年前じゃん。1年前の場所と変わんないんだ。石80個だよ。ということで、ハロウィン、闇の、闇、漆黒の闇、漆黒の闇ハロウィンガシャでした。じゃ、バイバイ、もう終わり。